部市にある環境に配慮したサッカーグラウンドを元 J リーグチェアマンの川淵三郎さんが視察しました。神戸市西区にあるバサラビレッジグリーンは元日本代表の岡崎選手ら滝川第二高校サッカー部の OB で作る一般社団法人がスポーツを通して地域を盛り上げようと整備したグラウンドです。このグラウンドの人工芝には地中に雨水をためその蒸気で芝の表面が高温になるのを防ぐシステムが全国で初めて採用されています。環境に配慮した設備を直に体感してほしいと岡崎選手が呼びかけ、今日は日本国内のサッカーリーグなどを取りまとめる日本トップリーグ連携機構の川淵会長が視察に訪れました。川淵会長は人工芝を踏みしめながら選手たちがプレーしやすいかなどを確認していました。足で踏んだ足の感覚から言うとすごくいいなっていう感覚がすごくあるよね。選手もこれはあんまり不満がないだろうなっていう感じがあるんでね、テストをしながら選手の感想なんかを聞いて改善すべきところは改善していけばいいし。川淵会長は子どもたちの遊び場などとしても活用が広がればと期待を寄せていました。